そして自分の目で見てらして、やはりイスラエルの中にもパレスチナのことすごく友好的な方もあるし、そしてパレスチナの中で一生懸命生きている方があって、そういう方のオリーブなどをこう日本で扱いながら応援している方、そういうのがあると、そういうことをすごく勉強されて、その方たちのことを皆さんに広めたい、そういう運動もされる。なんかあの昔冷静と情熱の間でしたっけ、映画がありましたけど、冷静なんだけれども心の中の情熱、それが非常に強い方です。そしてあのなんか自分がこう興味があったら必ずあのなんかとにかく自分の目で見てみる、そうやってご自分で体験をされる方です。そしてすごくあの突き詰めていろいろ学ばれますので、この結婚式を見れば皆さんもお分かりだと思うんですが、大変あの心のこもった宮島、そしてこういう広島の素晴らしいこの石庭というところで行ってくださいまして、全てにおいてこうとにかく自分のできることの全てを出して、とにかくできることをやりたいっていう、そういう性格でいらっしゃいます。そして今あの地唄舞も一生懸命やってくださいまして、本当にあの私としては可愛い可愛いお弟子さんです。そしてなんか前田さんをお会いした時もそれを応援したいとおっしゃってくださっていたのが大変嬉しく、何か谷原さんも彼はあの信用できる男ですとおっしゃってくださったので、これからあのやはり家庭というものを持って、あのやはりこう心や何かの安定や何か、あといろいろな人との中での優しさとかいろいろ学ばれて、サミヤさんも一歩大きくなられ、そしてそうやって応援してくださる方がそばにいてくださって、素晴らしい舞が舞えるようにあのなっていただきたいなと思っています。私はあの花咲流というのを創設してるんですが、それの後を継いで行ってくれる人ではないかと思って期待しております。どうぞこれからもまっすぐに進んで、お二人で仲良くどうぞ、素晴らしい家庭を築いてくださいませ。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございました。素敵なご祝辞をどうもありがとうございました。それではしばらくご歓談のお時間といたします。どうぞ引き続きお食事やご歓談をお楽しみください。皆様、ご歓談中失礼いたします。ここで新郎新婦がウェディングケーキにナイフを入刀いたします。どうぞお近くにお集まりください。お二人のウェディングケーキは新婦さとこさんが大好きな熊本のデザインでオーダーされたオリジナルです。はい、それでは参ります。新郎新婦ウェディングケーキご入刀です。続いて新郎新婦がファーストバイトを行います。皆様もご存知だと思います。ファーストバイトはお互いに今ケーキ入刀されたケーキをお互いにこう食べさせ合うことです。そこには、新郎から新婦へは、一生食べ物には困らせませんよと、新婦から新郎へは一生おいしいものを食べさせますよというような決まりがあるそうです。それでは新郎様ご準備をお願いします。それでは皆様、私がせーのと言いますので、熊門にちなんでモーンとお掛け声をお願いします。
か。いきます、せーの、もー。続いて神父様、ご準備をお願いいたします。皆さん、もうはもう少し元気よくお願いいたします。アドリブ入った。それでは皆様、掛け声をお願いします。せーの、わ今一度大きな拍手をお送りください。皆様、お待たせいたしました。神父里子さんのご準備が整ったようです。後方の扉口にご注目ください。神父里子さんがお母様のエスコートでご入場です。広島でも聞かれたお前は。
はい、じゃあ撮ります。こちらご覧ください。よろしいですか。はい、はい、じゃあもう一枚撮りいたします。はい、よろしいですか。はい、もう一枚そのままでいいですか。ここ見ててね。そう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 。はい、じゃあ撮ります。はい、もう一枚撮ります。はい、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ撮りします。はい、チーズ。はい、すいません、そのまま、はい、お願いします。そのままお待ちください。じゃあこちらのカメラでお撮りいたします。はい、よろしいですか。では撮りします。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一枚撮りますね。じゃ笑顔でお願いいたします。はい、もう一枚撮ります。はい、はい、そのまま撮ります。じゃこちらご覧ください。いいですか。はい、チーズ。佐藤は皆様に金華米の菜の葉をご披露したいと思っておりますので、ちょっと回していただきます。菜の葉は初めての恋に心を踊らせる思いを春らしく舞う踊りでございます。で、この踊りで使用する扇子は花咲時人先生からいただいた扇子でございます。先生どうもありがとうございました。
私なんぞやの。これあの、シャニなって言うんだよ。お開きの時間が近づいてまいりました。ここで神父さとこさんがお母様に感謝の気持ちを込めて記念品を贈られます。記念品はオリーブの苗です。ご実家に植えて大切に育ててほしいという願いを込めて選ばれました。それではお母さんの元へお進みください。どうぞお渡しください。お開きにあたりまして、新郎様より皆様にご挨拶をいたします。